はいひとつきます清水です、えー、アメリカも注目するですね日本のウルトラ円安、はいえー、こちらについてですねちょっと皆さんに話をしていきたいなというふうに思ったのが、まあ、なんでかっていうとですねねまあ、このちょっと、ねうん、朝日新聞の世論調査が、うんえー、ちょっと前に行われて1週間ぐらい前ですね行われたときに岸田内閣、いろんな問題で今、下がっているんですけども、はいねえー、これねあの 全部の世論調査朝日以外でもそうなんだけども見るとですねっ、うんはいいね、えー、これがやっぱ相当効いてるんですよ、うん、で、えー、これがですねどういうふうに円安と関連があるのか、うん、ね、はい、で果たして、はいえー、物価高っていうのは日本は防ぐことができるんだろうかうというところも含めてですね はいえー、今日はね海外のニュースを平田さんといろいろ見ていきたいなと思います。うんうん、平田さんよろしくお願いします。お願いします。まあちょっとドヤ顔させてください。え、本当どうした。私と平田さんの動画でですね。はいは。去年の8月ぐらいにね。うん。これから物価高になるんだぞ。言ってたね。言ってたでしょ。言ってた言ってた。言たでしょ言。言ってた。 <で>でも予言計っていうかいやこれどう見ても物価高になるかど大丈夫かっていうですね当時はあのサプライチェーンの混乱ね、えー、これがあの起きると要するにあれってもう1年前かもう1年前だよ1年前 <laughs> そうサプライチェーンのですね問題がですねあの、はい、あるというふ、はい、うに言っていましたよ うーんでね,ねはいしました、はいでえー、そういうねあのー、状況なんですけどもなので結構当たっちゃうんだなうちの言っているチャンネルのことはあんまりいいあのね <laughs> 嬉しい当たり方ではないけどねいやーなんでねあのー、これは、えー、例えば、えーうん、まあこれ去年の話なんだけどもどういうことを言っていたかっていうと、はい はい、ええー、これ去年のですね、ええー、十一月にアップしたと思いますけど。トヨタ最高益二兆円の裏で、自民党が気づかない。日本経済の危機。なるほどね。っていうのを上げていましたね。で、それでですね、最近八月。トヨタ四月から六月十七パーセント減益。原材料価格の高騰が打撃。ね、打撃受けてます。いや、受けてるよ。当たってんじゃん、はい、おえ<い>受けてます。ね。で、さらに、それよりも前。はい 10月とか9月に何を言っていたかというとですね官僚も政治家もどちらも日本を放棄選挙してる場合か自民党の無力っていうこれはですね新しい資本主義云々かんぬんとかっていうふうに言っててでこれはあの物価上昇この時のあの厚生労働省のあのコメントがあのすごかったんですよ。この時のタイトル読みますよ。 うん、厚生労働省は世界の問題なので日本が努力だけしても仕方ないと白旗 <laughs> 思い出しましたありましたあし,たあ,たしょありましたねあったでしょいやだからもうこんなの1年ぐらい前から物価高になるって、うん、分かってる状況の中で官僚とかいやこれはもうどうしようもでいしとかっていう言ってんだからさ、うん 確かにもううちのチャンネルの言ってる危機器はですね大体いつもこれも私のビジネスの特徴なんですけど早すぎる早すぎる、ね、早すぎる早すぎる,すぎるまあまあまあその分あの <laughs> 対策は寝れる、ね、はい寝れるんだけどなので、はいえー、ちょっとまあ聞いてほしいなというふうに思うんですが、うん、まあ朝日新聞のちょっと世論調査 これを見るとですね、まあ岸田内閣の支持率がですね、うん、あのこのグラフを見ればわかるんですけども、はいねえー、前回57%だったのがですね、はいえー、今回47%、10ポイント減。減ったね、で、それよりもやっぱすごいのが、うん、あの25%から39%に上がった不支持率。はい あーそうですねこれですね赤の線ねこれがすごく伸びてますよね、はい、伸びてますじゃあちょっと皆さんにあのー、聞いてみたいんですけど確かに今宗教の問題とか、うん、あの、うん、いろんな問題で、えーうん、あと安倍さんのお葬式の問題とかでねもめてはおりますおりますが、はい、ガソリン代が1リットル100円、はい、で100円ショップに行けばいろんなものがたくさん、うん 食品は安い。<laughs> 玉ねぎは1個 98!、はい、<laughs> 1> という状況だったのですね。いや、そんな日あったっけなっ、ねあった。あったんですよ。はい。あったんですよ。そしたらですね、本当にここまで、うん。問題になったかっていう。うん、はい。ね経済をちゃんとできていて、あの、賃金が上がっている状態で、うん、あのー、この問題、はいえー、いろんな問題が起きているのと、 まあ,あそうじゃないのはだいぶ違うと思うんだよね生活を豊かにしてくれている上ででも問題があったっていうのは、うん、もうダメっていう感じなんだけども,も生活もダメになって他もなんか問題だらけかよってなったら <laughs>、はい、これはまあやっぱり怒り浸透なわけです、ねはい、ですよねでこのねあのー、中に世論調査の中にね 下の方に「うん、あなたは物価が上がっていることに対する岸田首相の対応を評価しますか?うんうん」っていうのがあるんですよ。はい、はい、ありますねで、えー、評価する何パーセントですかえー、21%か。えー、評価しないはえー、67%だいぶだからもう3倍だよ、はい、ねえでもそりゃさ何もしねもうマジで。えー、うん、うん なので、まあ、そりゃあそりゃこうなるわどう,どう評価すればいいんだろうかよねうんもう評価しますかっていうのは、はい、なんかやまあ強いて言えばガソリンに補助金うん出したまあそれはそれガソリンものすごい高くなっちゃうからっていう、ね、そう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 あれ本当はガソリンって補助金なかったら1リットル210円とかになったからねうんうんでもそんなことになったらもう多分参院選で自民党負けてましたから <laughs> <で>す <laughs> あのこれは一つやったでもう1個政府がやった、うん、あのー、対策というのは小麦粉価格の抑制ああ、ね、これも小麦粉もこ,これもアンパン300円になるんじゃないかって言われたんだけども小麦粉でできているプレステーションが5000円値上げしたって言われてこ <laughs> れギャグでしょネットの五 <laughs> 5 0 0円プレステ5が値上げ決定したのは 小麦粉価格も値上がりしてるからかっていうあのそれゲーム業界ギャグだからあれは半導体半導体でであの小麦粉とガソリン価格ねの値上げを政府が抑えたことと円安になったことは実はちょっと関係あるんですよ。 あのこれですねあの、うん、政府っていうのはまあ、安倍さんの頃からそうだったんだけどもあの基本的にお金をする、はい、するするまくるっていう方向でやってますよねうん、うん、で、えー、それでいくとですねあの残念ながら円の価値は下がるんですようん、うん、ねなのであのこれいたし過ゆしで確かにガソリン価格の高騰っていうのを抑えようと思ったら政府がお金を出すわけだ。はいね だけどあのそれによって、えー、まい、あ、ったい麻薬を打つようなもんなんで、うんえー、円の価値は実はですね、うん、物価対策で政府がお金を出出せば出すほど円の価値は下がるの価値が下がると余計に経済が冷え込むからまた、はい、あのそのそ麻酔を打たなければだめになって、はい、これどん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 こうもうかい離していくんでだからこれずっと政府があの物価対策でただお金をするっていうだけのことは続けられないんです。うんうんうん うん、ね、関連しているんだけども、まあ、ちょっと、あの、平さんが見つけてくれた、このロイター。はい。じゃ、あどれぐらい円安なのか。ね、これをですね、ちょっとチェックしてみましょうか。<laughs> はい、えーはいえー、まあ、じゃ、あこれ読みましょうか。早速海外記事ですけれども、はい、ジャパン。えー、ジャパンワンズオブアクションアズイエンスライダーストゥ t ツェンティフォイヤーローです。お、ツェンティ。これね。はい、日本二十四年ぶりの円安。 警告を発し、行動を起こすという記事ですね。あのロイター通信よくですね、一万円札の画像を使ってくれるんですけど。はい、はい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 。いや、もうやっぱ二十四年ぶりの円安ということがあって、一万円札とか使われない。はい、もう千円札と。五十円玉と一円玉と五円玉になってます。す <laughs> 安くなってますね。全安くなってる、はい、安くなってる。はい。かちょっと多分、あの穴の開いてるお金ちょっと珍しいからかなって気がするけど。確かにそうだね。海外で穴の開いたお金ないね。そうそうそう あんまり多くないかからねというで、まあ、まあ概要、為替市場のボラティリティはやや高いと鈴木いい長官。えー、長官っていうか、これ財務相だな。財務大臣ですね過剰で無秩序な FX の動きは経済にとってマイナスま。まあ為替の動きですね、うん、政府高官はあー急激な円安への警告を繰り返していると。はい本文です、えー、鈴木財務相は2日、円相場がタイドルで24年ぶりの安値となったことを受け。 必要に応じて適切な措置を講じると述べ市場の変動に対処するための介入の可能性を示唆しましたこれもねよくやりますよねあの、えー、適切な措置を講じるっていうふうに言った時には実際どんだけ動くかっていうのが単、まあうん、表にされてましたもんねまあこれいわゆる経験している何もしないそ、ね、そうそう、口先介入ってやつです、はい、そういうことですね、うん、だけどあやべえやべえあいつがなんか言ってっぞっていうやつですねだけどですね、はい、2015年か16年に黒田総裁がですね これ以上の円安は望ましくないっていうふうに言ったら130円ぐらいでやったやつが一気に115円ぐらいまでピョーンって下がってくれたんだけど今はもう財務大臣、首相、官房長官、日銀総裁がよろしくないって言っても気にせず円安が <laughs>、ね、<laughs> い鈴木氏は記者会見で最近、為替相場の変動がや,やや大きくなっている印象がある。 過度で無秩序な為替変動は経済や金融情勢に悪影響を及ぼす可能性があると述べた各国当局と緊密に連携し必要に応じて適切に対応すると述べているこれ結構強い口先介入だ、ね、結構強い方だよねこれねうん各国政府と連携しっていうのはこれは、えー、日米協調介入のことを示唆しているんですけど、うんはい ここままで言っても140円突破し、ま、しどうせやんねえだろっつって <laughs> そりゃそうですよだってアメリカは今あのドルが高い方が物価抑制につながるんだから、うん、日本は2.6%の、ね、消費者物価指数上昇とか言われてるけどアメリカとか8%だから,からねだから今の段階でドル安なんか方向に持ってったらもっと高くなっちゃうからアメリカ政府は言うこと聞いてくれないっていうのがバレている <laughs> バレている、はい バレている続きをます、はい、えこの発言は、えー、日,本交換の日本政府の最高報道官、まあ、これ官房,長官,のこ官房長官のことですが金曜日に当局が高い緊張感を持って為替の動きを監視していると再度計画し警告した後になされたものである通貨はファンダメンタルズを反映して安定的に動くことが重要だ急激な変動は望ましくないと松野官房長官は記者会見で述べた。 為替市場のボラティリティが最近高まっているので政府は高い緊張感を持って為替のレートをこの動きをあちょっとごめんね、えー、為替のレートをあ間違えましたはい、はいえー、注視していく、うん、と木曜日に行ったコメントを繰り返したもう何回言ってんのもうちなみにあの <laughs> 緊張感を持ってっていう紙あるじゃないですか こ、はい、れもうあのギャグもないですすみません。あーもうない。もうあのあの破れちゃいました,緊張,した緊張。やれちゃてだ。緊張緊張しすぎ <laughs> もう緊張しすぎて破れちゃいましたもう聞かねえよ緊張感持って休止してるっつっても。そうだね。はい。えー、でドル円は木曜日の夜間取引で24年ぶりの高値となる140.23円をつけ。 米国の積極的な利上げの見通しから心理的に重要な140の敷地を上回ったまあこの140に行くか行かないかがずーっとその先々月ぐらいから言われたんですよね行くよとか行かないよとかいやもう行ったらもう最後150まで行っちまうぜみたいなやつだっね、うん、金曜日のアジア取引開始時のドル円相場は140.02円であったそれでも投資家は現在の円安は日米の金融政策や 金利差の隔離による経済のファンダメンタルズと一致していると政府の口頭での警告を冷静に受け止めたのだ。FRB は今月、物価上昇圧力を抑えるために大規模な利上げを継続すると予想される一方、日本銀行はインフレ率がまだ低く、脆弱な経済を支えるために強力な金融緩和を堅持すると思われます。水保証券の山本チーフ FX ストラテジストは 円安はファンンダメンタルズにに沿ったものので、で米国の急速な利が原因であり、抵抗ししくいと指摘します。142円までさらに円安が進むであろうあ現段階ではドル売り介入や日銀の値上げは流れを変えるための一滴に過ぎないであろうと日本では歴史的にドル売り介入は少なく投資家が安全通貨の円に殺到するたびに当局が円高を警告する傾向がある。 円高円高は貿易に依存する日本経済にとって輸出競争力を低下させるまあそうですね要するに円高っていうのは悪なんだとはい、うん、ね、えー、そんなことをねあのやっていたら、はい、え輸出が弱くなっちゃうから円高なんかならって円安でいいのいいのっていう意見飛び交いましたけどもう最近聞かないね。うん うん、なんかあんまり聞かないねもうあのギャーギャーギャ,ーギャー言われている頃にですね、えーはい、1>, 1年ぐらい前にいやトヨタで最高益2兆円以上だけども、うん、これ円安資材高で絶対下がるからってったらもう下がっちゃったじゃん <laughs> だからまあこういうのがあーのー影響してくるっていうことですよはい、はいえー、で日本が最後に為替市場に介入して円高を抑えたのは2011年 東北地方を壊滅的な地震と津波が襲い福島原発事故が発生し安全への逃避が引き起こされた時であるドル売り介入については日本は1997年98年のアジア金融危機の際に最後に介入しているはいう感じですね。はいうも感じですっていう風にこう言っているんだよね。 で、はいえー、これはですねまあ残念ながらあの傾向としてはあ続くんじゃないかなというふうに思いますよ。そうねー、はい、で今の日本経済の状況はまあものすごくですね表してるのがこのさっき見たトヨタの記事あるじゃん「トヨタ 4,、はい、4月、はい、6月期なん17%減益」っていうふうに書いてんだけどこれの一段落名見てもらっていいですか えちょっと待ってねこれか、はい、はい今見てます一段眺めトヨタ自動車が4日発表した2022年4月から6月期連結決算は純利益が前年同期比17.9%減の7368億円だった原材料価格の高騰が打撃になった新型コロナウイルス対策の中国・上海のロックダウンに伴う部品調達難や半導体不足で減産が続き 販売台数は落ち込んだ。売上高は円安が寄与し、七パーセント増の八兆四千九百十一億円と過去最高を記録した。でね、これでさ、見たときに、うん、円安が利益アップに本当にいい意味でつながるのであれば、この四月六月期の、はい、あの円のレドル円レート見てみましょうよ。はい,はいはい。はい、ちょっと送りました。 これねドル円レートーこ,、はい、この利益、はいはい、だから去年の春、うん、ドル円レートはなんと107円なんですよ。ねだから今から見ると大幅な円高ですよね。そうですねでその大幅な円高の時の方がトヨタは利益が出てるんですよ。うだだかららもう円安だったら その利益が上がるなんていうのはもう無理ですそうなんだそしてですねアップル信者の皆さんも戦々恐々していると思いますけどちょっと記事を送りましたはいえちょっと待ってねもうちょっとでアップルの9月7日これですね新製品発表はいああそうなんだそうですへえアップルウォッチプロ ななるっちゃうんだなんかいろいろ機能が追加されるらしいんですけどねね<う>であのー、それがそれとかも出るんだけども、うん、もうねどんどん高くなってる、うん、懐かしいですね <laughs> 平田さんと西荻窪の、あのーえー、この iPhone で買った時一番高い iPhone でも56、はい、万円だったよあの時超円高だったんで56万円って高いな高いなでもまあ ゲーム業界アニメ業界にいる人間としてはこういう最先端のガジェットをみたいな感じで買ったじゃん、うん、今このまんまいくと一番高い15万とかになるのよ <laughs> 高い15万円の電話って何って15万は高いねだからもう同行が、はい、もう円安が日本経済にとってプラスとか言ってたやつ全員出てこいって感じですようんうん、うん なんだけどまあそういう状況があってでまあ iPhone とかねトヨタ自動車のやつなんかよりもあのもっとね、えー、皆さんに、えー、すごい影響を与えるのはやっぱ食品ですよねはい食品値上げこれが一体どれぐらいになるのか、はいえー、NHK がですね、えー、まとめてくれていたので、はい、えこの記事からまず見ていきましょう 食品値上げ、今年累計2万件超、はい、ということで、あどんどん本当になってるからね。はい、はいえー、原材料価格の高騰や円安を受けて、国内の主なメーカーが今年すでに値上げしたか、年内に値上げする予定の食料品は、累計で2万品目を超え、来月値上げする品目がもっとあ最も多いことが、年、えー、間の信用 調調査会社の調べで分かりました帝国データバンクねこれ、うんはい、民間の信用調査会社帝国データバンクは先月末時点で国内の主な食品や飲料メーカー105社に調査を行い各社のの値上げの動きをままとめました、えー、それによりますと原材料価格の高騰や円安を受けて今年既に値上げしたか年内に値上げする予定があるとしつ、えー、回答したのは8割近くにあたる82社でした。 値上げされる品目の数は再値上げを含めて累計で2万56品目に上り前回7月末に行った調査により1500品目余り増え値上げの幅は平均で14%となっています月,、えー、月別で見ると今月値上げするのは2424品目来月は6532品目で来月が値上げのピークとなる見込みですまた、 種類別に見ると、缶詰やハム、ソーセージなどの加工食品の値上げが8530品目と最も多く、ついで調味料が4651品目、酒類、飲料が3814品目などとなっています。信用調査会社は、値上げの波は来月にピークを迎えるが、電気代や食用油などの価格の高止まりは続いていて、 断続的な値上げが今後も続く可能性があるとしています。いやー、これね、最近ちなみに平ラさん、うん、一番ね値上げを実感したのって、うん、何買った時ですか。やっぱ美味しい牛乳ですか。美味しい牛乳は本当に高くなってる。<笑><笑>美味しいベジは本当に高くなってるんで、あらコンビニではもうなんか200、300円に近づいているし、うん、っていう感じだし高いね。高いね。私がね実感したのは。うんうん 果物あー果物確かに高いか私、あのー、好きな果物ベスト3に入るのがですね、はい、<梨>まあ今のシーズンですねもう,、はい、もうそろそろか今よりちょっと後か、はい、ねでそれがですねって、うん、何これこんなに高い,いや普通のスーパー行って、うん、えっ玉400円とかするんだよこんなに高かったっけっていうまあ、うん、もうちょっと安いのとかもあるんだけど それを買ったらすごくく美味しくなかったのよ。うん、前前俺が高いなって思っているこの梨をイメージ的に3割5割ぐらい安い価格で買えたのに、うんうん、どうしてこんなにっていうふうにね。 であのここで1つお知らせをしなければならないなんですけれども、梨を送ってくださった方とかでもいらっしゃるんです、大変ありがとうございます。<ー>ただし、ですね新型コロナウイルスの影響で、ですね基本的に会社に行っていないので、生物は送られると、草ちゃんの可能性が高くて、うねね、いやもうお気持ちだけでね、ね、はい、ああ、お気持ちで梨が入ってくるっていう感じだけでも、十分、もうお腹いっぱいになりますのでね。あのこのこ食品値上げ、うんこれき ついやんまあねだって衣食住だから衣食住がきつくってこれ、まあ、円安の影響は必ずあるんですよで、うん、えこれも1年ぐらい前から言っていましたけども原材料価格の高騰、はい、ねえー、これは1年前に言っていたのはまあお金をすりすぎることによって円安になる、うん、これがねまあ当たりましたね あの新型コロナウイルスの流行によってえ交渉が止まり、うん、ね、うん、物の生産が少なくなるゆえに値上がりするうん、うん、はいでこれどういうことなのかっていうとですねえー、っと100人何か欲しいものがあるとするじゃないですかうん,うん何にしますか何が欲しいことにするう iPhone はちょっとあれか。iPhone でも。車とかじゃ例えば。うん、じゃ今、車が欲しい人い、いいのって感じ <laughs> まあ確かに、我々も車持ってませんからで、ね、100人が車を欲しいと思ったときに100個生産できるとしましょう。<laughs> うん、これも別に普通の取引じゃないですか。ね、だけど、ごめん、50個しか作れないのってなったら、うちも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 ,うちも,うちもっていうふうになって、取り合いになりますよね、うんうんで。そうすると値上がりするんですよ。 でこれが新型コロナウイルスがあの流行っていることによって、うんえー、世界っていうのは、まあ、全部回ってるんでね発展途上国と、はいえー、さらにす,あのすごい、えー、貧困国、うん、大体ですね、うん、貧困国で原材料を掘るんですよ鉄とかね、はい、そういうもの、うん、でそれをあの、えー、貧困国で掘ったやつを新興国、ね、東南アジアとかそういうところに送って 加工して、先進国が買うっていう順番なんですよ。で、これで、この新興国と。あの貧困国で、コロナが流行りすぎてて。だんだん動かなくなってきてる。はい、大変なことになってる。だから、あのものが作れなくなって、値上がりするぞ。はい、まあ、これ、その通りになりましたね。あ,ねあの深圳、中国の深圳。うん、なんか、またロックダウンするらしいよ。またするだ。うん。で、上海とかのロックダウンとかも、トヨタとか、テスラとか、いろんなところに影響が。はい あっ要するにこの物価上昇っていうのは新型コロナウイルスの影響による工場停止うんこれがあるんですよね。でそれだけかなって思ってたらだよ。うん、プーチンのバまあそうですねもう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 あれは今でもまだね。それがさらに追加でドンって入ってるから余計に悪くなる。正確にはうちらの予想よりも 悪くなったっていう、うん、あのことなんだけども、まあ、これがあの岸田さんの支持率が下がっているのは、はい、えー、この物価上昇に対して完全に無力だからですよ。うん、そりゃ下がるよ。うん、だスーパー行くたびにムカつくじゃん。なんでこんな高いねんっていう風にね。 で、なんかあの N. H. K. が、あれもこれも値上げ、はい、でも、給料がって、これ何、何なの、このスズメちゃん。あの、スズメちゃんがね。<laughs> スズメちゃんが。おい、チュんっつってね。でも、給料がちょん。給料。スズメ。<laughs> なんね,ね、あの。スズメ。スズメにっていう。はい。いやー。あでもね、スズメもね、あの、困っちゃうって。困。ですけど。ちゃうのかな。<laughs> <laughs> はい。大体あれですね、あのー。これ戦前、戦中の時もそうだったんですけど。はい。 だいたい深刻な問題にこういう可愛いイラストを使い出すとヤバい時ですよ。<ー> <laughs> これも取り返しがつかない時っていうのがだいたい日本のメディアの歴史なんですけど。んうんうん、だってさ、ここにさ、あれもこれも値上げっていうところに貧困のシングルマザーを置いてあ、あ、置いてね。 親子で、えー、<ー>ちっちゃい子供が「お菓子が値上がりしちゃった買えない」っていう顔の写真に「でもお給料が上がらないの」っていうあのお母さん写しを見た時点でてるんですよ。だからこうやって解読するんですけど現実はややばいい状況ですよいやーこれまあ物価が上がり続けているけど賃金が上がらないっていう話なんだけども、はい、まあこれざっくりと見ていきましょうか。 はい、えー、っと、あのー、写真を見ていくと、消費者物価指数っていうのが出てくるじゃないですか。はい、そうですね。ね。高くなってますね。高くなってるよね。これぐんぐん上がってて、はい、これちなみに二パーセント持続的に超えたら、あの黒田バズーカー停止のはずだったんですけど、うん、全く。うそんな予定ないす、ねうん。一時的だから、一時的だから。さ <laughs> <laughs> 一, <laughs> 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 一時的だから。まあ、まあ、まあ、すぐ物価なんか下がるから、大丈夫だよ、だ丈夫、バズーカー打ち上けるよ。いや、お前のバズーカーで、値上がりしてんだっつって言う <laughs>。<laughs> で、えー、だからラムネ、ね。 うん、ラムネも値上がりか。かあ値上がり。ああ、そうですね。はい、トウモロコシの値上がりか。で、なんでね、はい、トウモロコシが値上がりして、えーうん、したら、あのラムネが値上がりするのかっていうと、まあ、この砂糖の原料になってるんだよね、トウモロコシって。うん、で、あのトウモロコシの、えー、最大のね、原産国ってね、確かアメリカ。うんで、トウモロコシの、あの、 作るときにですね、何を使いますか。えーっと肥料。そう、肥料も使うよね。うねでトウモロコシだった。はい。うん、あとはですね、あのトウモロコシができました。はい。っていうときにですね、まあ作ったりする過程でもそうなんだけども、うんうん。手で刈り取ってますか。ああ、えー、っとなんかトラック。機械がいりますよね。ねあ、でそのためのエネルギー。はい。ガソリン価格が値上がりしております。はい はいえー、なのでラムネが値上がりしたのはプーチンのバカ野郎のせいです。ねえねこうやって絡んでるんだよ。うんねえどん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 値上がりしているっていうふうにまあこの価格の主要要因はエネルギー、うん、秋はさらに上がるっていうふうに書いてますよね。うーいやほ本とだよ。 これワンルームに住んでいても1万円とかっていう時代が来るかもしれないですよ、このま,ま行くとうそうね、でもまあ、だからといってクーラー消すわけにはいかないし、この熱中症じゃっていう話もね,ね。なっちゃうので、はい、でこの下にね、15%超の,あの会社が、うんえー、コスト上昇を価格に転嫁できずっていうふうにこう言ってるじゃないですか。うんはい、で、多少なりともできているっていうのもね、あの本当の意味でできてるわけではない。 うん、わけですよやっぱこれね、うん、あの賃金が上がらないのでこの負のサイクルになってますね実質賃金指数っていうのがこれ出てるんだけども対前年同月比増減率っていうので0.4%、はい、っていうふうに書いてるじゃん。はいえー、あこれかはい、はい、ありますね。これ見るとなんか、はい、あそうかまあ0.4%しか下がってないのかって思うかもしれないけどうん、うん、2020年と比較して1割下がってますからねこれ。 一割か 1>, 1割はい実質にだからそんだけ物価が上がってるってことですよだから皆さんの給料が2年前と比べて1割年収500万円の人は50万円昇給したそれでトントンってことですよわでもそんな人いないでしょほとんどそうね,ねだからすごい大変な事態なんですよ今なるほどね、うん、だからこれはあの本当に あの大変な状況だなっていう風になるんだけどもまあ,あのじゃあ何でこんなに海外、えー、あの円安が進んでいるのかっていうのを海外のニュースをもとにね、はい、あのねちょっと見ていけたらなという風に思うんだけど、はい、なんかね、えー、私個人的には何が面白いかなっていうと、うんうん、ブルームバーグのなんかポッキー持ってるお姉さん。 ポッケも。とか、マヨネーズ、なんか持ってるお姉さんとかがですね。はい、あの、家あの、イエンアット百四十、えー、プライ、プレール。っていうところに、なんか面白い、あの映像が。ああなんか、この。<laughs> はい、ポッキーは何円、あ、まあ、何ドル、ええー、マヨネーズが何ドルみたいなふうなが。ありますか、ね。はい。お、出てるじゃないですか。あり,すあります、あります。これとか、からいく。あき、はい、ますか、映画と、ワン。 140パイルズプレッシャーオンジャパンズユニファイドポリシーフロントというふうに書いてあってうん、うん、あ円は140円台で日本の統一政策戦線に圧力をかけるって言われてインフレ率は3%を超える可能性があるが日銀は依然として低金利に固執、えー、岸田首相は新たな物価対策取りまとめっていうふうに書いてありますでまあこれ森くるみさんですねあ<ー>、えー、はい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  えーでまあ、ポッキーがこれぐらいの値段ですみたいなことをやってるわけですけど円の1ドル140円台への暴落は日銀の黒田総裁が世界的な利上げの波に反抗し岸田文雄首相がその姿勢を支持する強さを示すというあ試すという新境地を開拓しました日本の通貨が140円台に突,破しあ突入したことで1998年にアメリカと共同して通貨を下支えした146円に近づいています また日本ではインフレ率が3%を超え日銀の目標である2%を大幅に上回る可能性が急増しており中央銀行が底値、えー、金利に固執する理由がさらに疑わしくなっています。エネルギーココスストトやや輸入コストのの高高騰に対する家計や企業の不満が高まり、 これまで日銀政府と日銀が見せてきた統一戦線に亀裂が入り始めるかもしれません。まあどういうことかっていうとですね、うん、あの統一戦線っていうとですね、うんえー、昨今問題になっている話のように想像する人が多いと思うんですけども、はい、そうではなくって、はい、本来政府と日銀っていうのはですね、はい、別々の組織なんですよ、うん、だからうん、うん、政府がこうやれっていうふうに言ったとしても日銀はいやいやこうしますっていうふうに言って。はい 本来これ結構ね反対するものなんですよねんなんだけども安倍晋三さんの時代に、えー、作られたあの、はい、黒田さんの日銀総裁の黒田さんの時にうん、うん、もう完全に一体化しちゃってるそうです、ね、もうも一緒になってるそれがこの統一戦線っていう言い方になってます。はい、ってことですねだまあ一緒にああのまあ、非公式で一緒にやってるみたいなで。 今のところエコノミストは黒田総裁は堅持し政府はドル高が急進する中でのリスクの高い為替介入を行うのではなく新しい支援策を迅速に発表すると見ています、うん、伊藤忠商事総合研究所の武田エコノミストは日銀が政策を変えるのは為替ではなく物価の流れが変わったと確信した時だけだと指摘します円が140円台になったからと政策を変えれば 政策の一貫性が失われ、信頼性が損なわれる可能性があります。信頼性って意味ではさっきの世論調査を見てくれって感じだったけど、<laughs> そうね。はい、えー、で、日本の通貨の最近の下落は、トレーダーが米国との金利差の拡大がドル高を継続させるとの見方を強めているためだえー、に起こっています。金曜日の夜に発表される。 米国の雇用統計が好調であれば、まあ、これもう特にあの多分う発表されたんでしょうけど、米国の大幅な利上げへの期待は強まり、円はさらに下落することになるでしょう。これ土曜、日曜だから今多分円動いてないんじゃないかな。ああ、そうね。うんう,んうん、うん。円の下落は少なくとも1973年に日本が変動相場制を導入して以来、ピークから谷までの下落率で見れば過去最悪となりました。うん A は2011年のピークから46%以上下落し1990年代後半のアジア金融危機の際に経験した45の下落落を上回る急落でしたすごいよねそう考えるとものすごい下落率だよなこれ。日本の高官たちは,は金曜日の早い段階で望ましくない通貨の急激な動きに対して警告を発しましたが。 ほとんど従来のレベルの表現にとどまりました。警告がエスカレートしていないことから、日本政府は市場での直接的な行動に近いという期待を煽りたくはないのでしょう。鈴木財務総は金曜日に記者団に対し、最近の為替レートの動きはかなり大きくなっている印象があると述べています。政府は高い緊張感を持って、外国為替市場の動向を見守り続けると述べました。 えー、松野報道官房長官のコメントも彼らの週末をより高い的にするような顕著な円高を促すものではありませんでしたまあ官房長官が何言ったとしてももうどうにもならんわな、はい、もうなんかこのそして次の表何か間違ってんじゃないか何も書いてないよねそうねイエンイズエクスプ、うん、のヒストリカルコールって書いてあって歴史的な 落ち方してるって書いたんだけど、そもそも無なんだが <laughs> <laughs> いや、一応一番右側に。<laughs> これか。これなのか。いや、これだか。ら間違いだよね、これだ。なな間違いだと思う。うこれ。どうしたの。ブルーどうしたブルームバーグ。ーも間違えるんだーっていう感じなんだけど。<laughs> はい、はい。ええー、で。竹田氏は日本が市場介入をしたくても。国債の利回り水準から見て。現在の円の水準は適切なので。アメリカは賛成しないだろうと述べました。そりゃそうだよ。 一方的にいって失敗すれば陶器筋の餌食になりますなる、ね、日銀の底値金利に変化がなく政府が市場に直接働きかけることもないため岸田氏には支援策を通じてインフレの痛みを和らげる責任が残ることになります。世論調査で支持率が下がっている首相はエネルギーや食料の急激な価格上昇が家庭や企業に与える影響を抑えるため 再び財政支出策をまとめる予定です。政府はガソリン価格抑制のための補助金など、既存の施策により、インフレ率は約半分程度に抑制されていると推定しています。日本の主要なインフレ率は2.4%で、増税の年を除くと2008年以来の高水準です。シティグループと SMBC 日興証券は、今年後半に3%またはそれ以上にさらに加速すると予想しています。 150円が見えてきたな。ってことですね。150円が見えてきたな。ってことですね。いや、これやばいで。うんまあ、うまただ、あのー、ね、うん、この記事にも書いてあるし、あと、あの平瀬さんが見つけてきてくれた、このウォール・ストリート・ジャーナル。はい。ね、えー。この記事を見てもですね、いや、これちょっと景気いいね。うん、ロイター、<laughs> ロイターが千円札だったのに、こっちは札束だぜ。ね。なんだけど。 あのまあこれアメリブルームバーグの記事も書いてたけどアメリカはなんて言っているか要は<う>日本経済の為替レートは、うん、日本経済の実力通りだろって言ってるわけですよ。そう,そうなんですよねつまりそれぐらいでちょうどいいじゃん、うん、って思っていてかつ、えー、ドル円レートに関しても。 介入するつもりがない、はい、そうだから「アメリカ様介入してください」って言っても聞いてくんないのうん知らないってはいねでこれも前から言ってたけどじゃあそれそうだよっていうねでじゃあこれ政府介入でどうしようもできないんだったらこの円高物価高、はい、あいやが円安物価高どういうふうに解決できるのかはいこれはですね可能性がんうん あのマシンできる方法っていうのは2つあります。うん。1>, 1、今すぐプーチンが戦争をやめる。うん,うん。2、新型コロナがパーって消えてくる。うん。これがあれば、まあ、多少マシンになるのではないかなと思います。人間にできることは、<laughs> まあ、どっちかっていうと前半かな <laughs>、まあ。プーチン一生懸命 うん、説得するんですけど、えー、もう日本ではあまりもうニュース関心ないと思うので。えー、皆さんね、あの、追いかけてる人もいないと思いますが。うん、えー、一言で言うと悪化しております。うん大変悪化しております。なるほどね。いやー、なんかね、で、このウォールストリートジャーナルの記事も。まあ、似たような感じですよ。うん、アメリカはそれでいいというふうに思っているし、で、日本も、はい。 あのやれることないからどん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 これ円安になっていくんじゃないかっていうふうなねあの意見が中心ですよ。で何か面白そうな記事,そうな記事だなというふうに思ったのが、うん、この CNBC の、はい、あの女性ロイター載ってるやつだけど、はい、あの女性の中川あこのの担当者の話そ、うん、そうそう中川純子さん。はい っていいですねなかなかですねあのー、強烈なことを、えー、言ってますね言っていてですねちょっとこれから行きませんかはい行、はい、きましょうか、えー、バンクオブジャパンポリシーメーカー1オブートラジャイルリカバリーシグナルズサステインドローレイツということで、えー、日銀の政策担当者は回復の脆弱性を警告し低金利の持続を示唆っていうふうに書いてあるんですねはい えー、でマッキーポイントをまず読みますか、はい、日本銀行の中川純子審,査あ審議委員は19日生活費の増加が家計支出に打撃を与える可能性など脆弱な日本経済へのリスクを警告し金融政策を当分の間超緩和状態に保つ必要性を強調しました旺盛な海外需要と円安がメーカーの利益を押し上げる一方中国の厳しいコロナのロックダウンによる供給の混乱が 日本の輸出と制裁に打撃を与えると中岸中川氏は指摘しますと。ちなみにこの中川潤子さんがどういう人なのかっていうとですね。はい、ええ、日銀にプロフィールが載っておりました。ああ<ー>。はい。どれぐれ。中川潤子さん。はい、キリッとした。おほうほうほう。あ、高橋さ,さんととの写真だね、これね。同じあの奈良県出身ですね。あ<ー>私の一回り上。 っていハハハ神携帯学部とかじゃなくていはいでご卒業されてからなんと野村証券ああ<ー>で野村証券に17年勤めた後に、うん、えに、ー、野村ヘルスケアサポートアドバイザリーというところの社長になってます、うん、でそれを2年勤めた後に野村ホールディングスのマネージングディレクター要するに本社に戻ってきて で、さら、はい、に本、本野村本社の執行役員に就任。で、ええー、最終的には平成三十、あ、令和三年の段階では野村アセットマネジメントの。取締役会長。うん、そこから、日本銀行の審議委員。<laughs> すご<い>なんで、ある意味、これ。スーパーウーマンですよ。そうですね。ま確かに、このなんか、このスーツの。 うん、ピリッとした引っこなしとかと、ね、あのこのなんか、はい、見ると仕事できそうっていう感じがすごいしますね。<laughs> でまあこ,うこの人が言うには何、えー、て書いてあるかっていうとキーポイント2つ目がこうまとまってると思うんだよね。はい えーとこれですねまあ旺盛な海外需要と円安がメーカーの利益を押し上げる一方中国の厳しいロックダウンによる供給の混乱が日本の輸出と生産に打撃を与えているそうです、そう、はい、です。でこれ、あの日銀の人はねいやうちがお金すりすぎちゃって <laughs> 自民党に言われて止まんないんだよだから円安ごめんしばらく続くからだって言えるわけないじゃないですか、はい、そうだろ。 お金を吸っていて円安になってるっていうのはやっぱり認めたくないんですよ。で、そうすると何が起きるかっていうと、この中国のロックダウンのせいなんだっていう話になるんですよ。な<ー>うんだから、あの日本のね。えー、まあ、経済が悪くなってるんだっていう風うになるんだけど、本当にそうかっていう風うにまあ、ちょっとそういう視点でね。あの読むと面白いですよ。 なるほどね、はいまあ、これ短いんで読んでみましょうか。日本銀行の、まあ、これさっき送ったのと全く同じやつ内容だからこれ3行目から読むか国内消費はパンデミックの影響が収まるにつれて回復しているが生活必需品の幅広い値上げの影響により先行きは不透明であると彼女は述べている。 景気回復のためには物価上昇による消費のダメージを最小限にとどめることが重要だと中川氏はビジネスリーダー向けの講演で述べた逼迫した雇用市場と家計所得の上昇背景に消費が緩やかに増加するという我々の基本シナリオに不確実性,確実性があるのは事実だと述べています消費者インフレ率は数ヶ月にわたって日銀の目標である2%を上回っていますが それだけでは中央銀行が刺激策を撤回するには十分ではないと中川氏は指摘します。賃金上昇を伴う好循環を背景にインフレ目標を持続的かつ安定的に達成するため金融緩和を継続する必要がある。日本銀行は脆弱な経済回復を支えるために金融政策を超低水準に保つことを公約しており、高騰するインフレに対抗するために 金利を引き上げる多くの中央銀行の中では異例な存在です日本の7月の消費者物価指数は前年同月比2.4%上昇し過去7年半で最も早いペースとなりました燃料および原材料価格を牽引しまだ賃金が大幅に上昇していない家庭の生活費に拍車をかけています まあそのの結果さっきの、ね、すずめちゃんがねちこんなんもうチュン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 あれもこれも値上げだチュンでも給料がチュン、はい、これやばいなこれじわじわくるわ、うん、これじわじわとあのあれが <laughs>、えー、ダメージがきます、ね、ダメージくるねーでまあ残念ながらですね日本の消費者物価指数まあ要するに物価というのはですね、うん どどどどん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 ん値上がりしていくんですよ、うん、で止める方法っていうのはまあ一つはコロナが消える、うん、ウクライナ危機が終わるなんだけど相当可能性低いわな、うん、これは。うんじゃあうんどうやって備えたらいいのか。うんうん 日本経済全体をいきなりよくするっていうのは無理なんで我々個人にできることって、ね、<で>何,で何って考えたらでそうするとですね、うん、外貨を買っておくことにななるのかなまあ結局でそうするとですね日本の貯金が1割でも外貨に向いちゃったらそう円、ん、い,いやつになるわけですよ。<laughs> だからあの、えー、っと、八方塞がり感がだんだん強まってきましたね。そうですね。はい、まあ、多分去年の段階で官僚がさ、もうどうしようも、うん、何もできねえよっていうふうに言ってたから、うん、まあ、岸田さん的にもお手上げなんだとは思うんだよね。まあ、うん、そうね、うん。でもなんか、ちなみに平瀬さん、何かあの取り上げたい記事とか。 今のところ大丈夫かな結構読みたいやつは読めたかなね、はい、で、じゃあ、あの、最近、政府が何を言い出したかというとですね、うん、あの、金融庁のニー s あるじゃないですか。n はい。ねはい、あれをね。 はい、もう,ああそう値上げしようって話もう値上げっていうか<を>あのもう枠どんどん拡大したねえ500万だっけそういやあれ私ちょっとびっくりしたからねさすがニュースの読んだね今120万そそそそうが突然500とかで,でもあれやるとして2024年とかでしょ、うん、ねえ要するにあお給料上がんねえもんそれはおるのパクチラーっていう <laughs> 大丈夫なのかって、うん、でさらにまあかかかんないから、ね、あのー 何が起きるかっていうとですね、えー、このひまあ全部は今日ちょっと紹介しないけどこの、はい、暗号資産、うん、ビットコインね、うん、<で>あ<こ>そうこれねこれも、はい、税制改革の対象だとうんいうふうにこう言い出したわけですよで、えー、これどういうことかっていうとですねあの まあ日銀が金をすりまくって日本経済を支えてたわけですよ。うんね、でそれがもうだめになってきたと。うんはい、ねみんなのお金も頑張ってねっていうことなんですよ。よね、これ結構危険俺たちは何もできないのでそそそうううはい。これ結構危険な兆候だと思うよ。うん だけど、ね、うーんまあ NISA な500万,までか500万ぐらいまで拡充とかっていう案とかも出てるけどもはいうんやった方がいいのかねーっやった方がいいのかねえどうなんかねえ、まあ、税金かかんないんだったらいいじゃないですか。うん、まあ兄さんはねいいんんあの少額非課税なんでまあその部分はいいのかもしれないけど、うん、なんか国家が旗振りをするっていうところになんかちょっとね そそれは思うなうななんんでにっていうねあのね感じるところではあるのでまあ、ちょっと警戒はしなきゃダメなんだけども、はい、まあ、日本経済を抜本的に良くしていくためには、うんえー、もう本当に古い利権を廃してねでねそして、えー、新しいのがあの伸びていくっていうような流れにならないと、はい、これはまあよくならないんですよ。 そうですね,ねよくならないんだけどもまあ残念ながらですね、えー、そっち方向にはこのままではいかないという状況がこう続いております。はい、ねそれは私だってですね、はい、大丈夫大丈夫物価高は中国がロックダウンしてるせいだから大丈夫中国がウィズコロナになったらなんとかなるからも大丈夫、うん、大丈夫っていうふうに言いたいけどちょっと無理かなそう、ね、ちょっと無理かな <laughs> <laughs> はい。えーうん、今すぐ えー、円安になる方法っていう、えー、円高になるって考えたらですね、はいはい、とりあえずプーチンがあのなんかあのウォッカ飲み過ぎでぶっ倒れて、えー、かつ、えー、ワシントンに核ミサイルが落ちて間違って、でそれそれで別の問題が起きるし、えー、北京も消滅。とかになって、なればまあなんか変わるのかもしれないですけど、まあ無理ですよ、基本的に。ますね,ね あの大、ー、阪山に墜落した日航機墜落事故を描いた「ですね<ー>静まぬ太陽」という映画があるんですけど墜落していくシーンがすごく怖いんですよね、はい、あれ。そうで、すね,ね、はい、でもう姿勢を低くして、皆さん、皆さん姿勢を低くして固めてくださーいっていう、これも多分ん1くらい私やってましたけど、まあ、そういう状況です、今。うん、はい、はい、すいません、救いがなくて。 ごめんなさい。でも、こういう状況です。<laughs> ねあのー、まあ、ちょっと金が安くなってきているので、まあ金を買うとかかな、<laughs> まあ、自分ね。まああ、そうですね。それに関しては、ちょっとまとめてね、また取ってもいいかもなっていうふうには思っております。はい、なわけで、今日も読書、チャンネル登録といいね、よろしく。それでは。はい、今日も見ていただきまして、ありがとうございます。 まあこれからもですね、えー、海外のニュース、あるいは日本のニュース様々なものも翻訳したりですね、解説していきたいと思います。ひとつき万冊カンパで成り立っておりますので、ひらさんの翻訳お疲れ様ですとか、そういうことがあればですね、こちらまで乾杯いただけると嬉しいです。クレジットカード、銀行、口座、どちらにでも対応しています。いつも見ていただきましてありがとうございます。今日も読書、ありがとうございます